あらめさん、こんにちはひこです。それでは今回なんですけども、LINEPay、近況情報4つ、WeChatPay と連携、ボーナス付与、延期、クーポン、キャンペーンなどということで、最近はちょっと静かな LINEPay なんですけども、その LINEPay に関する近況について4つに分けてサクッとお伝えしていこうと思います。 まず最初の一つ目はこちら、WeChatPay と連携開始ということで,ですね。まあそもそも WeChatPay って聞いたことはありますかねまあここ最近になってこの WeChatPay に関してはよく耳にする機会があったりとすると思うんですけども、簡単に言うと中国のコード決済サービスのことですね。まあ今回はこの連携によって日本の LINEPay の加盟店で提示された QR コードを WeChatPay のアプリで読み込むことで決済できるようになりました。そして逆にですね、LINEPay ユーザーが中国の WeChatPay 加盟店で提示された QR コードで決済はできないんですよね。なんだかちょっと曖昧ですよね。まあ外国から来る観光客の方をしっかりとまあターゲットにする感じですね。まあちなみに今回の連携ってまああの PayPay ペペと AliPay の連携とちょっと似てる感じがしますよね。まあ少しごちゃごちゃになるので深くは言わないです。で突然ですがここで問題です。この NPay と表示されたこの決済サービス見たことありますでしょうか ?3 秒あげますので考えてみてください。3、2、1。正解はこちらですね。ネイバーペイですね。 このネイバーペイは韓国国内で圧倒的なシェアを誇ってる決済サービスですね。日本ではツルハドラッグとかでも使えたりします。まあ気になる詳細はご自身でググってみてください。気を取り直して次の2つ目ですね。 ラインペイのボーナス費用が延期ということで、多分今日のラインペイの通知で知った方はかなり多いんじゃないでしょうか。まあ、今出てる画像なんですけども、6月の1日から6月の9日の間に実施された l ラインペイのペイトクキャンペーンのボーナス費用が元々8月の10日を予定してたらしいんですけども、これが8月の31日に変更ということですね。いやーもうせっかく連休もしくはお盆休みに入って、もしかしたらそのボーナスを使う予定があった人からするとちょっとショックですよね。まあ、学生さんだともうな。 夏休み終わってししままままううううやんとといいい感じかなにううにも思います、まあこれは気長に待ちましょう次、三つ目ですね。こちら、クーポンなんですけども、このミニストップのクーポンが8月の11日の明日までとなってますので、使う予定のある方はお早めにですね。そして、こちらのセイコーマートのクーポンに関しては8月の18日までなので、まあ、約1週間ほど期限があるので、まあ、こちらはもう少し余裕がありますね。最後、四つ目、キャンペーンですね。まあ、こちらまだ、l i n e p イからの公式発表はまだなんですけども、セブンイレブンで3社合同の第2 2段キャンペーンということで3社合同キャンペーン毎週最大300円相当お得な5週間ということで8月の12日から9月の15日まで実施されるキャンペーンですね、まあ、こちら以前も動画でお伝えしましたけどもまた詳細の発表などがあれば、まあ、これに関連する出来事があったりするとまた僕の方で動画にしたいと思います、まあ、ちょっと楽しみなキャンペーンですね、まあ、そんなこんなで今回は4つですね 中国の WeChat Pay と連携開始、ボーナス付与延期、クーポン、キャンペーンについてお伝えしました。まあ結局ここまでお伝えして、僕が一番気になってるのはこちらなんですよね。LINE p ペイビザクレジットカードということで、まあこの情報がまあどこのタイミングで発表されるかっていうのはちょっと期待したいところでもあります。ということで、本日の動画は以上にしたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。